J1 の第5節です。ともにまだ黒星がありません。好調の両チームの一戦です。現在勝ち点12、横浜 F マリノスが首位、勝ち点10、浦和レッズが2位です。この試合の解説、元日本代表おなじみの加藤久志さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。実況田中裕介でお届けをしてまいります。まあ、前評判通りのこの出だしという感じでしょうかね、今シーズン両チーム。そうですね、的確な補強をしたという意味では、両チームとも一緒ですし、この小野君もレッズに復帰して、しっかり馴染んでますし、このチームをリードしてますしね。一方のマリノスもマルケス、それから大分から吉田、この辺を補強してですね、うまくチームに馴染ましてますよね。同じポジションでどうでしょう、2人ずつぐらいこう選手がいてターンオーバーがしけるような、そんなイメージの両チームですね。戦力的には両チームとも本当に充実してきましたし、J リーグのタイトルを取るにね、素晴らしい戦力が揃っていると思いますけどね。ただこれまでのところは、結果も出てますし、メンバースタメンを動かす必要のない今は状況ですよね。横浜 F マリノス新加入吉田隆之、中盤でスタメンです。マルケスも2トップ、久保とのコンビです。リザーブのメンバーには平野隆史、今シーズンは青いユニフォームを身にまといます。対する浦和レッズ、こちらも戦力補強という意味では非常に効果的になされました。小野が戻ってまいりました。中盤、そしてワシントンがベルディから加入。そうですね、入った途端に活躍してますけども、両チームともやはりその日本で他のチームで活躍した実績のある選手で、ワシントンとそれからマルケスですよね、日本の生活っていうのもある程度本人たちもこうしっかり馴染む要素を持っててですね、それからこの両チームにこういう選手たちが馴染むためのスタッフもしっかり揃ってる、ある意味じゃこう会話がねスムーズにできる人間が周りにいるってことは、外国人選手にとっては非常に大事なことですから、両チームそういう意味では環境が外国人選手にとっては整ってますよね。今日のレフリーは片山義嗣さんです。副審が下村正明さんとカナダ大吉さん、第4の審判が中原道夫さんです。放送席向かって右側のゴール裏真っ赤に染まりました。左側が真っ青に染まっています。後ろに3の字が入ってましたね、好調同士の両チームです。ともにすでに勝ち点10に乗せています。ファーストハーフ前半の45分のキックオフです。レッズボール、堀の内から中盤、上野から吉田、ルーズです。鈴木啓太、トゥーリューです。マルケスから久保、長谷部、小野伸二、サントス、吉田がつきます。中盤の左のサントス・アレサンドロ倒れました。両チーム3-5-2ですけどもね、お互いにマッチアップする選手ははっきりしてますからね、今日は左、レッズの左サイドとマリノスの、吉田君ですね、このサントス吉田の対決ですよね。この辺も見物ですね。小野伸二、鈴木啓太、エリアに入れる、頭でつなぐ、ゴール前、山田信久でした。
前節ゴールを決めています。今の鈴木啓太のクロスの試合、やはりあの蹴る方もトゥーリオところとかが前線に上がっていると合わせやすいですよね。まあ、ワシントンもターゲットになりますけども、セットプレーの流れの中で残ってるとやっぱりトゥーリオなんか怖い存在ですね。こちらマルケス、ユニフォームの色は赤から、そして次に日本にやってきた時は青へと変わっています。ポンテと中澤、うまく守ります。中澤、ブトラ、こうして見てみても本当に日本代表のメンバーを多く抱えている両チームですよね。そうですね、まあ、そういう時のチームっていうのはあの勢いがありますよね。久保もドイツに向けて J リーグのピッチで徐々にこうコンディションを 100% に戻していってほしいところもありますけれども、まあ、一時こう新聞にまた腰再発かなっていうのを記事も出てたりして心配しましたけど、はい、まあ、大丈夫そうですよね。そうですね、はい、今シーズン久保開幕からピッチに立っています。開幕戦2ゴールがありますが、この後3試合得点は生まれていません。前節はスタメンを外れました。途中交代20分のプレー、2試合ぶりのスタメン復帰です。吉田から縦つながらない、このポンテはあの横浜の方の最終ラインですね、非常に捕まえにくいと思いますね。そうですね、あの前線に張ってるタイプではないですから、ワシントンが1人前に残って、まあ、その後ろでこのポンテがこう自由にポジションを変えていくっていうことなんで、前後のこう出入りっていうのはありますからね。小野からポンテスルーですが、前線ワシントンには通りません。トゥーリオの対応、久保が行きます。マリノス、鈴木啓太、マグロンです、このマグロンは今シーズン非常にいいですよね。セットプレーでも良さを発揮してますし、はい、まあ、昨年はコンディションが上がらなかったってことなんですけども、今年はもうキャンプから相当追い込んで自分であのコンディションをしっかり作ってきましたんで、その、まあ、キャンプの良さっていうのを開幕 の、 このスタートで 見せてますよね。昨シーズンの途中F マリノス移籍のマグロンですが、昨シーズンは13試合出場がありました。ブラジル代表キャップも2試合だけ持っていますマグロン。やはりコーナーの時のセットプレーなんかは高さも十分ですしね、あと近いところでは自分でもゴールを狙いますから、アントラーズの試合はこのマグロンがしっかりとアントラーズにこう傾きかけた流れをですね、セットプレーから変えたんですよね。今シーズンは開幕から3試合連続開幕戦1ゴール、2節3節の2ゴールずつですでに5ゴール決めていますマグロン。つぼいから長谷、ボールは上野を倒しました。小野のファウルです。 F マリノスボール。4年半ぶりレッツ復帰です小野伸二。ブトラ打つか、通してくる、すごいの今のはいいインターセプトですね。この小野伸二、加藤さんご覧になっててどうですか、一回り大きくなって戻ってきた感はありますか。そうですね、まあどこのポジションでやるかっていうかね、まあ、ボランチ引き目でもできますし、それから今ちょっと上がり目でやってますけども、
まあ、その辺はどこでもできますんでね、うん、周りの選手との絡みの中でどういうポジションがいいかっていう、そういう小野君にふさわしいこうなんていうんですかね、ポジションの取り方、あるいは、まあ、中盤のこうポジションのこう高さみたいなのがどこがいいのかなっていうのは多少こう今考えてるんじゃないですかね。まあ、ゲームの流れで後ろで配らせても十分できますし、はい、逆に長谷部君を上げるとかですね、そういうオプションもあると思いますから。ただ相手チームにとって怖いのはやっぱり前線でシュートをいっぱい打てるポジションで いられるというのが一番怖いでしょうね。そうですね、シュートがある選択肢の中で前にワシントン抱えますんでね。そうですね、パスという選択肢もあります、はい。まあ、ここで欲しいというところに走ればボールが出てくる選手ですからね、まあ、ボールが収まるという意味ではレッツのディフェンスラインもこう今のこう陣容で見れば非常にディフェンスラインが安定しますよね。まあ、前でやっぱりボールが収まらないという時はディフェンスラインというのはですね、なかなか守りきれるものじゃないですから。なるほど、まあ、闘莉王が流れの中で上がっていけること自体がもうどれだけそのチームとしてバランスが取れているかと。そうですね、ボールを失うそういう機会が多いチームというのは後ろは上がれませんし、それからもう前にボール出したらもうすぐ戻ってくるということで、うん、ディフェンスは安定しないですよね。そうですね、はい、ベンチを見つめても非常に豪華なラインナップが顔を揃えます両チームです。この久保が、まあ、一時は引退を考えたというね話もありますが、ドイツに向けてこの J リーグ開幕に今シーズン間に合っています。奥からマルケス、久保には通りません。ポンテと中澤、トゥーリオ、山田、ドゥトラです。ボール F マリノス、マルケス、つくのは堀之内。このマルケスは、まあ、トップの位置にいますけど、まあ、どちらかというと左サイドに流れてプレーするのが好きですよね。前回日本にいた時はウェズレイというコンビがいましたが、トゥートップ現在は久保、うん、いいディフェンスですね。今のは鈴木圭太ですかね。これがそのマルケスです。そのマルケスにボールが出ます。つくのは堀之内、マグロンからボールが通らない。さあレッズです。スピードを上げてポンテ、オノ、キープ、この辺がねかなり寄せられてるんですけども、しっかりキープしますからね。山田とドゥトラ後ろからのボールものにしましたが、数的優位は F マリノス。ドゥトラからマルケス、マグロ、マルケス、ドゥトラ、中澤、堀之内です。ワシントン、 F マリノスボールのスローインです。前半10分経過です。加藤さん、両チームの立ち上がりの印象を教えてください。やはり中盤のですね、こういうゾーンでの今戦いってお互いに厳しくやってますね。中盤をもう開けないと、そこでもう中盤から前線にボールが出ないように両チームともものすごく厳しいチェックやってますから、これまでのところシュートシーンというのはないですけどね。ただこの戦いは結構見応えありますね。時間経過とともにその相手をずらすようなやり取りから徐々にシュートが生まれてくるようなシーンが出てくるんですよね。そうですね、あとはまあこういうゾーンでの、まあ、単純なミスですよね。その辺をどうつくかというところでしょうね。トゥーリオからワシントン、低い位置、前を向く、右に山田がいる、ディフェンスですね、はい、上中澤、マグロ抜く、中澤左、ルトラ、マルケス、スピードを上げる、エリア2枚、
奥も上がっていきました。マルケスも縦に走ってこの辺のワンタッチはね、鈴木啓太がよくあのゾーンカバーしましたね。本当にあの目立たないと言ったらあれですけども、非常にいい守備をしてますよね。長谷部が前目に行きます。鈴木啓太はディフェンシブ。このボランチの縦の関係は本当にバランスがいいですね。はい、ただあの長谷部もですね、非常にこうスペースをディフェンスラインの3人の前でしっかり消してますし、あの攻守の切り替えも早いですからね。この浦和の中盤の3人、真ん中小野君も入れてですね、非常にディフェンスは良くなったと思いますね。対アメリカ代表戦で日本代表デビューを果たしましたこの長谷部です。こういうもらい方っていうのは小野君らしい。長谷部が前に行く、はい、長谷部を狙う小野伸二のボール。今のもトップ下とボランチが入れ替えて、そうですね、攻守のバランスを切り替えていくんですね。はいはい、今度は今飛び出したところに小野君がもう戻ってますから、こういうこうなんていうんですか、お互いの、まあ、役割分担っていうんですかね、プレーの中、流れの中でポジションを変えていけるっていうのはだんだんスムーズになってますよね。長いボール坪井、奥から吉田、サントスとのマッチアップ。手を叩いてましたけども、こう立ち上がりの集中力っていうのは高いですね。松田のスローインです、サントスと奥、あっと上のエフマリノス。今のポンテなんかもですね、まあ、相手のボール取り返し行った時にまた松田がすぐ取り返して、その瞬間に今度はまたディフェンス入りましたけども、ボール取られた瞬間のそのファーストディフェンスですよね。この辺がね、両チーム意識が非常に高いですね。ともするとこうそこで走らないようなサッカーもよく見られるんですけども、はい、こういうサッカーをしている両チームが上位2つにいるっていうのは非常にいいですよね。はい、まあ、この辺が勝負のポイントですから、攻守の切り替えの時にどう早く切り替えるか、相手のいい形を作らせないという意味ではね、ものすごくこうディフェンスに神経使ってますね、はい、両チームの選手ね。長谷部から堀之内、ここは裏のスペースをつけない。山田から小野伸二、まあ、ほとんどこう15分経過してほとんどまだシュートシーンというのはないですよ ね。上野です。縦がちょっと空いているが早めに叩くか。プレッシャー長谷部、前向かさない、遅らせました。松田、久保を狙います。鈴木啓太、中盤の駆け引きは非常に見応えがありますね。ありますね、非常に流動的に仕掛ける側が動けば守る側もそれに対応する、この駆け引き、はい、中盤のこのボールの行方、それとね、やはり中盤にボールをつけられない時に、ロングボール、まあ、入れてますけども、特にあの久保君のところに行ったボールなんかはもうレッツのディフェンスラインはやはりしっかり応対してますね。逆にワシントンに行ったボールもマリノスの最終ラインというのはしっかり準備ができてますし、お互いに本当に集中力の高いね。そうですね、まあ、こっちにも緊張感が伝わるいいゲームですよね。先の先を読んで選手がピッチ内を動いているような、はい、そんなサッカーですよね。ボールの前2人です。ドゥトラと奥大輔、どっちで行くか。奥が手を上げるが
行くのはドゥトラ、巻いてくる松田、ゴールライン割ったようです。奥もスーッと上がる久保がなかなかこうポストになることができていません。そうですね、低いボールをこう入れてそこを起点にしたいところですけども、やはり鈴木と長谷部がうまいことやっぱりそこのコースを消してますからね。開幕戦ゴールがありましたが、久保ここ3試合は得点に絡めていません。まあ、日本代表は得点力、決定力というのを言われて久しいですけれども、その問題解決の一翼を担っているのが久保竜彦です。ピッチに立つことはできました今シーズン。あとはドイツ本番までにどれだけ決定力をベストな状態に持っていけるか。ワシントンからポンテ、この辺が、ね、スムーズにいきますからね。小野につくのは松田だ。オラシンチ両サイドにサントスも来た。サントス小野はスーッと前に走る。サントス小野ワンツーコースに上野が入っています。今サントスが持った時にもトゥーリオがゴール前で流れの中で上がってますからね。そうですね、長谷部鈴木慶太の信頼感がそういうことをさせるんでしょうね。ジュトラボールは生きています。今中盤トゥーリオが戻ってますけどね、この時には鈴木慶太がもう最終ラインに、まあ、多分入ってるんでしょうね。マグロン、マルケス、はい、そこ入ってますね、はい、今奥の前でボールを切ったのが鈴木啓太でした、はい、こういう約束事がきっちりできてればね。ポンテ、小野、長谷部、縦にサントスが上がっていきましたが使えません。やっぱりこう本当に間を空けないと言いますかね、低いボールでボールをこう通させないような守備をしっかりしてますね。ポンテがドゥトラを倒しました。そういうボール回しの中でどこかで行かないとというディフェンスが、まあ、今のようにファールを誘う。非常に高いレベルのサッカーですよね、はい、これでスペースとかの消しがですね遅かったり、あるいは寄せがちょっと遅かったりしたら、ね、もうちょっとこうシュートシーンっていうのがね際どいっていう感じるシーンが出てくると思いますけども、今のところも両チームそういうシーン作らせてないですね。あとは時間経過とともにどこかのポジションでその個の力で局面を打開しようという動きも出てくるでしょうね。おっしゃる通りだと思いますね。あとはやはりその単純なミスですよね。そういうものが出てきた方がやっぱりもう負けてしまうっていう、それぐらいもうこうミスが許されないような、そうですね、はい、修正が効かないというような緊迫したゲームですね。史上初年間チャンピオン3連覇を狙った F ・マリノスですが、昨シーズンはシーズン開幕前のちょっと過密日程がやはり最後までたたってしまったのかなという感もありましたけれどもね。ワシントン、榎本が出ていきます。こういうシーンはねやはりポンテが前に張ってなくてですね、ワシントンが一人残ってますから、スリーバックに対してワントップみたいな形で、今みたいなこうギャップをね中澤が前出てますよね。そうですね、後ろに残っててオフサイドポジションじゃなかったですか。おっと、もう一度ワシントン来た。中澤がギリギリポンテとのホットラインを切りました。
ですけども、この辺ギャップって言ってるんですけどね、3バックのラインがこう前後にこう広げられてスペースができる、そこをこ うまく使われるとマリノスの方は苦しいですよね。山田スペースがあるぞ、ワシントン3試合連続ゴールかという瞬間でしたが、ワシントン、ちょっと流れがねレッツの方に来てますね。ワシントンが立て続けにこうボールに絡むようなシーン出てきましたので、ここはマリノスの方は少し慎重にいった方がいいですね。ワントップのような形からディフェンス3人、加藤さんからギャップという言葉が生まれてました、はい、お話が途中になってなかなか聞けないんですけれども、もう一度改めてそのギャップ聞いてみましょうか。普通は3人がこう同じラインに並んでますけども、ポンテが引き目にいるんで、1人の選手がポンテにこうついていくとですね、そこに、3人で潰したスペースにどっかにスペースが出てきますよね。そういうディフェンダーをですね並んでたのを前後にこうポジションを取らせるような動きとか、あるいはそのポジショニングっていうのがあるとですね、3人が揃えないんですよね、同じラインで。そこにオフサイドにならないスペースがあるんで、ラインを作れないということですね。そうです、オフサイドにならないこう場所、スペースをギャップというふうに言ってるんですけどね。そこをうまくワシントンが今ついていこうということですね。そうですね、ですからポンテはトップの役割をするときと中盤に引いてプレーするときありますから、そのポンテが引いたときにボランチの選手に任せてしまうと、フリーで後ろからボランチの選手はポンテが現れますから捕まえきれない。そこで中澤君あたりがついていくと、今度は3人いるところの選手が2人しかいないということですよね。そういうスペースをうまく使われてしまうということで、非常にこうつくのが難しいですよね、このポンテに関しては。今のところ中澤君がこうポンテを見ているような感じですけどね。奥抜けきれませんでした。この間にレッツは山田にイエローカードが1枚出ました。この試合最初のカードになります。ワシントンピッチに戻ります。このセットプレーはお互いに、高さ183から5ぐらいの選手が3、4人いますからね。これも迫力がありますよね。中澤187、マグロン186、松田栗原183、上野181、レッツの方も高いですよ。一旦スタートを起こしたドゥトラ、仕切り直しです。久保も181あります。ブトラのキック、高さのある密集へ、セカンドボールはポンテが絡む、サントス抜け出す、左鈴木啓太だ、2人で挟む、トゥーリを曲がっていきます。山田、マグロをかわす、ホイッスル、ドゥトラとマグロン潰して、マグロンカード、得点の可能性が高まっていたというジャッジもあったでしょう、片山義嗣レフリー。レッツのカウンター、山田が倒されて、そうですね、最初これもちょっとかわいそうですね、今ボールしっかり捉えてますから。そうですね、マグロ、それにしてもレッツ今ポンテがもうボール奪ってサントス出したボールですね、あの辺でも出ていく速さもありましたけども、戻る方もね、早かったですよ ね、 そうですね、この辺本当にね見応えがありますし、攻守の切り替えの早いいいゲームですね。山田がちょっと立ち上がれませんか。こちらレッツサポーター、放送席向かって右側のゴール裏、真っ赤に染まっています。レッツのサポーターすごいですよね。中澤がついて吉田も戻ります。この辺
追い込みはうまかったですけど、こういうセカンドボールをね、しっかりレッドの方も拾いましたから、マグロもボールに行ったんですけども、はい、もう今前が空いてましたんでね、マウスに向かって、そうですね、イエローカードが出ましたマグロです。キッカーサンです。低いボール、マルケス、スピードを上げるのは吉田、オフサイドライン、ちょっとスピードを生かせなかったか、ワンテンポ遅れたが、奥が真ん中に入ってくる、吉田どうする、戻して上野から久保、ドゥトラ、エリア5枚、最後は奥のマークをしていたサントスが逃れました。あ、坪井ですか、失礼しました。今もマリーノスの方に右から左振られてね、ここから戻され、ゴール前に上げられましたけど、レッツのこうディフェンスしっかり捕まえてましたね。やはり最後はサントスです。後ろに頭、後頭部に入れてきましたね。右側のコーナー、ヘディング中澤、いやー高いですね、高かったですね、はい、助走をさほどに取るわけじゃないんですけど、滞空時間が非常に長いジャンプをしますね、はい、中澤は。それにしてもこういう、まあ、拮抗したゲームではこういうセットプレーですよね、非常に大きな武器になりますから、流れをやはりその変えることができますからね、お互いにこのセットプレーっていうのは相当まあ練習しているでしょうし、まあ、いいプレースキッカーがいますからね。そうですね、両チームともに非常にそのあたりキッカーとそれから高さのあるプレーが揃っています。浮かせたボールが伸びすぎます。この松田も一時は代表に呼ばれましたけどもね、ドイツにどうでしょう、メンバーに入るかどうか。まもなく30分を迎えようという日産スタジアムです。こちら岡田監督、今シーズンは若干コーチ陣も入れ替えたりなんかして、そうですね、ちょっとこうチームをやはり一新させるというか、新しい風、刺激をちょっと入れようという、そんなニュアンスも見て取れますよね。まあ、もう一つはやはり昨年怪我人というかね、そういう部分も多かったですから、その辺に対するこうなんか改革をしたような感じはありますけどね。なるほど、小野からまた重量が上がっていこうということですが、裏のスペースどうでしょうか、久保、長谷部、小野も引いています。この辺のねレッツの囲い込みも早いですしね、なんか去年よりも随分こう最終ラインというか中盤前線のディフェンスの意識っていうのはものすごく高くなってきたなと思いますね。まあ、小野君が入ってね、その辺こう相当なんていうんですか、周りに対しても自分もやりますけども、要求もかなりしてるんじゃないかなと思いますね。この他にまだ田中達也も戻ってきますし、ディフェンスにはネネも今戦列離れてますが、はい、それからあと相馬も獲得してますしね。そうですね、マルケス左からつく残りの内、マルケス、長谷部のヘディングです。流れて吉田、松田、吉田孝之、トリニータ時代よりも役割がこの吉田ははっきりしてきましたね。まあ、右サイドで今やってますからね、エイタの時は、まあ、前目というか、
前線のちょっとこうトップの下でこう動くような感じがありましたけども、ワシントン強いですね、深いですね、はい、ワシントンポンテ中央の真珠ポンテ右足ワシントンが倒れています。松田との接触、ワシントンです。レッズサポーターからワシントンコール、その後のポンテのシュートです。レッズに来てもすでに4試合で3ゴール、ここ2試合連続ゴールです。ワシントン、打ちました。パスコース3本ぐらい今ありましたけどね、はい、今の長谷部の選択はいかがでしょうか。いや、いいんじゃないですかね、まあ、自分でこうシュートコースは空いてましたし、まあ、右サイドを今ちらっと見ましたけども、デトラがこうきちっと戻ってましたんで、それでまあシュートを選択しましたけどね。マウスは見えていました。長谷部ドイツメンバーに入りますかね。長谷部は、そうですね、これからマルクス、久保一人かわす、枚数は後ろから上がってきましたが強烈なシュートはありません。 F マリノス、あの辺がやはり囲い込みっていうんですかね、スペースをしっかり消しといて、非常にあのレッツがうまく1人いって、この後ですよね、この辺がやはりこの辺の突破っていうのにちょっとでもスペースを与えたらもうフィニッシュまで行ってると思うんですけどね、1人かわされたら2人目がすぐ行ける距離にいるっていうかね、そういう意味ではもうレッズ非常にこう今シーズンはディフェンスの安定感がね、出てきたと僕は思いますね。密集の中でも重ならないですよね、はい、それからボールウォッチャーもいないですよね、はい、非常にバランスがいいですね。まあ、その前線でしっかりボールをためを作れる選手がねいるっていうことも後ろにとって大きいことなんですけどね、非常にこう、まあ、攻撃的な選手がいっぱい揃ってますけども、守備も僕はかなりこうレベルが上がってきたなと、チームとしての完成度が少しずつこう高まってきたっていう、少しずつというより今シーズンのレッズはかなりいいなと思いますね。開幕から4連勝、その上を行く F マリノスが今日の相手です。ルトラ、レ
レッズはまず F ・マリノスとの直接対決、堅い日を受けるか。アウェイでの今日のゲーム、マルケスに鈴木啓太、マルケスから久保、もう一度戻したい久保、最後のワンタッチですがトゥーリオに切られました。ワシントン上野のファウルです。あとカードが出ますか。上野義晴イエローカードも出ました。この J リーグには完全にフィットして実績をどのチームでも出せる外国人フォワードですね、このワシントンというのは。そうですね、まあ、レッズにとっては、まあ、足元 だけじゃなくて高さで勝負できる選手がいるっていうのは非常に大きいと思いますよ。やはり両サイドサントスと山田、これえぐっていった時にですね、ターゲットになる選手がいるっていうのは、上げる方もやっぱりボール上げやすいですから、はい、それとそうですよね、はい、ワシントンはやっぱりボールも落とせますしね、高いボールを。そういう意味では非常に大きい選手が入りましたよね。マルケス、久保、奥、まとめて越えていきました。まあ、エメルソン、マリッチといった前線の外国人から比べるとちょっとタイプがワシントンは違うんですよね、はい、高さがあって懐があって、そのワシントンをうまく使っているこの浦和レッズのサッカーです。おお、ちょっと背中から落ちましたか、うん、この辺ね、今年の J リーグはあのレフェリーがなんとかすぐに笛を吹かなくなりましたから、プレーが流れるようになりましたよね、はい、去年までだとあの辺ピッとこう鳴ってたかなという感じがしますけど、起き上がったトゥーリオ、プレー復帰です。堀之内、この辺にねこう下がりますよね。そうするともう前線に今長谷部が高い位置にいますから、ワシントンのボールさばき読んでいました。クリフ、マルケス、ドゥトラ、久保が前を指している。その久保にポストはマグロン、久保真ん中に入る、坪井、鈴木啓太、ボール来ています。落として、オロシンチ、うん、この辺でねやっぱり簡単にボールを失わないっていうのは大きいですよね。真ん中のゾーンに返すっていうのはセオリーではちょっと危ないのかなと思うんですが、安定してますよね。落ち着きっていうのが出てきてますよね。ゲーム運びもそうですし、吉田、ここはポンテのファウルです。なかなか右サイドのマッチアップ、吉田、前半はちょっと勝ち目がないですか。入れ替わり立ち替わり、相手が変わりますんでね。というのはですね、やはり久保とマルケスのところで低いボールでボールが収まれば両サイド出ていけるんですけどね。あ、なるほど、はい、今はあの高いボールがほとんどで、そこでボールが収まってないんですよね、はい、ですから両サイドもなかなか出ていけないですし、まあ、もちろんそのレッズの両サイドが遅れないでしっかり戻ってはいますけども、はい、一番のポイントはやはり低いボールで地面にボールが収まってないということですね。サントスのオフサイドです。中盤本当に流動的に動いている。どうなんですかね、小野が主体で動いて長谷部、鈴木啓太がフォローをするのか、それとも小野はやはり他の人の動きを見て自分がフォローに回ってるのか、どんなリズムで中盤は流動的な約束事ができてるんですかね。いや、この辺はまあ本当にボールに近い人ですよね、ディフェンスで言ったらボールに近い人がやっぱり最初にアクションを起こして、そのスペースを他の人が埋める、マイボールになったらも同じだと思いますよね。その都度臨機応変に対応していくと、はい、そうですね、
この辺はあのもうこうなったらこうっていうパターン通りのなんかゲームになったら動けませんから、もうその瞬間瞬間のもう判断ですよね。それでも加藤さん、そのバランスはやはり中盤崩れないっていうのはすごいことですよね、はい、非常にいいバランス維持してますよ、まあ、その選手間での信頼感というのも必要なんでしょうかね、まあ はい、それと僕はね、小野君が入ってから、その辺のこう修正というのをピッチの中でかなりやってると思いますね、うん、あ、なるほど、はい、選手の意識とかちょっとしたポジショニングとか、うん、まあ、これ監督はあのグラン、まあ、練習グラウンドでやってるっていうのもこういうゲームをしながら、奥の上げるボール、マグロン186センチ、マウスの左です。怖いですよね、守る方にとっては、長谷部からポンテ、長谷部、ワシントンの頭を越えてしまいました。つけて出てきましたけども、走ればやっぱりボールが出てくるっていう信頼感がありますからね。ポンテから左足か右足、最後山田先制、レッズです。中盤の駆け引きの中で生まれたゴールはセットプレーでした。そうですね、こういう流れの中で、まあ、なかなかゴールチャンス生まれない、本当にセットプレーがそういう流れを変えるっていうのはね、もう本当どんなゲームでもありますけども、まあ、その通り、しかもいい時間ですよね、これね。そうですね、前半の43分、山田信久今シーズン初ゴール。先制です。前半もほとんど残り時間もありません。松田、非常にハイレベルな駆け引きの中でまずレッツが先制しました。フィニッシュで終わりました。松田直樹、これはもうマリノスお返ししたいところですね、これはね。同じくセットプレー、前半ロスタイム、奥からファーにボールを伸ばす、折り返す、そのままゴールラインを割りました。サントスが倒れています。側頭部のラインは何か意味があるんですかね。どうですかね。ここで前半終了のホイッスルです。前半の43分、山田信久コーナーからのゴールで0対1、アウェイのレッズ先制ということになりました。いや、それにしても見応えのある前半でした。そうですね、やはりお互いにもう、まあ、集中力の高いゲームでしたけども、まあ、その中でやっぱりセットプレーを、ね、うまく活かしましたし、レッズが
中盤ぐらいから少しずつこうペースを握りましたね、はい、そうですね、まあ、しかしいい時間に取りましたね。まだ1点差です。 F マリノスどう返してくるでしょうか。前半終了、 F マリノスとレッズ0対1、レッズリード。後半に折り返します。かかるところですけども、本当にそれ以上に流れの中での中盤のお互いのプレスの掛け合いね、はい、この辺が見応えは十分でしたね。後半も皆様には元日本代表加藤久志さんの解説でお楽しみをいただきます。セカンドハーフは F マリノスボ久保とマルケスセンタースポットです。点のビハインドですが、この久保もマルケスも前半はなかなかシュートシーンというのは見られませんでしたね。そうなんですね、まあ、あのレッツのねやはりディフェンシブボランチのポジションの鈴木とそれから長谷部、この辺の守備っていうのは、まあ、今のレッツのこうなんていうんですかね、攻守を支えてますから、スペースをやっぱりこのマルケス久保も与えてもらえないというのは、この中盤のねディフェンスラインの前のお二人、はい、レッツのこの二人の仕事というのは本当にいぶし銀ですね。いぶし銀、はい、吉田戻して上野、ディフェンスの右から松田、久保下がり目ボールワシントン、久保がそのまま追います。榎本がエリアを出ます。トゥーリオ頭で続き、結局中盤の駆け引きという中では前半両チームそのどちらがどちらを制したってことはなかったと思うんですよね。そうですね、若干やはりあの小野君がしっかりボールをキープして長谷部君が出ていく、こういうところから崩す機会はレッツの方が多かったんじゃないかなと思いますけどね。ビハインドを追った F マリノスですが、後半はレッツをどう崩してくるか。そうですね、まあ、やはりあのマルケス、それから久保、この2人にあのもう分かっててもボールをやっぱり早く入れるっていうかね、そこでまあボールが収まるかどうかっていう部分はあるんですけど、そこにボールが入らないとレッツのディフェンスラインは安心というか楽ですよね。エリア的にどうなんですか、そのポストプレーというとイメージはもうディフェンスラインに張り付いてボールを落とすというイメージなんですが、プラスアルファの工夫というのはやはりトゥートップに必要になってくるんですか。そうですね、いわゆるそのパスコースに顔を出すという部分がありますからね、ただなかなかね、マリノス の, そのボランチの上のマクロンのここの球、おっとこれワシントン前が空く、ワシントン、いやー助かりましたね。こういうね本当に最終ラインのミスが流れを変えるんですよね。今のはこれ助かりましたよ本当に。マリノスもチャンスを迎えました。デュトラゴールネットは入れておりません。久保が落としたんでしょうか。あ、こういうふうに、まあ、トップにね早く分かっていっても入れた方がいいと思いますね、僕はね。ポンテヒール、ワシントン前が空く、2度目のチャンス、今度はどうだ、切り返す角度もなくなったが、サイドネット、2度目のチャンスを生かしましたワシントン、0対2レッツ引き離します。ここに来て両ゴール前で両チームのチャンスの応酬、先に決めたのはレッツでした。これでワシントンは3試合連続のゴール、今シーズン延べこれで4ゴール目です。そのこれ伏線の今ワシントンが決めましたけども、
最初の時のね、あの猪俣ちょっとああいうのが伏線になったような感じも僕はするんですけどね。ここはねワシントン本当にあそこで間に合ってるんですよね、松田がね。ここはうまく入れ違いましたね。縦へのフェイントで松田が完全にバランスを崩されましたね、はい。まあ、最初のタイミングで松田は打ってくるっていうかね、うん、思ったんでしょうね。そこで自分の体に当てようと思って体を投げ出したところでまたボールを持ち出されましたから、ちょっとこう体がやっぱりもうしっかり倒れてしまいましたからね。さあ2点差です。セットプレー、マリノス長谷部のヘディング、打つか上野、中澤、おー、今のは誰ですかね、小野かな。よく今ブロック行きましたね。小野か坪井かと思うんですが、はい、あ、田中杯はすでに口に水を含んでいます。もう間もなくピッチです。タオルとか堀之内でしょうか。堀之内が行きましたか。そうかもしれないですね。今ね、中澤のシュートをブロックしましたから、これ流れで言えばね、非常にこうレッツの方がいい時間でまた追加点取りましたから、マリノスとしてはやっぱりこのままの点差で時間経過というよりも早めにもう流れを変えるね、方法としてやっぱり選手交代というのを使うというのは分かりますよね。単純に行くなら吉田を変えますかね。まあそうでしょうね、その吉田です。ここはタッチを割りました。清水も準備ですか。2人同時に来ますか。そういう感じでしたね今ね。後半まだ5分少々ですが、岡田監督は立ち上がりからは来ませんでした。このあたりの意図は加藤さんどう見ればいいんでしょうか。まあ、やはりその2点目を取られたっていうことはもうきっかけだと思いますよ。こういう中でやっぱり早めにやっぱり手を打って、まあ、早い時間に点を返しておきたいという意図はあると思いますね。百戦錬磨岡田武史監督、ハーフタイムで十分に温まっているこのリザーブのメンバー2人同時交代という雰囲気です。 F マリノスベンチ、長谷部、吉田から奥、ドゥトラ、中澤、外、縦にマルカス、中澤オーバーラップ、左から中央、奥、久保、右足で上げる。中澤いいプレーでしたけどね、抜け出ていってクロスも素晴らしいクロスを上げましたけど、ほんのちょっとでしたね今ね。ワシントン確実につなぎます。安定感のあるポスト、サントス、鈴木啓太、サントス、堀之内、山田、長谷部、鈴木啓太、縦にワシントン呼び込む。ここはうまく栗原がコースに入っていました、はい。今もね、小野がスーッとトップに張ってたのが効いてきたんですよね。そういう動きと、こういうワシントンが前で張ってる、まあ、そういうポジショニングとか動きっていうのが、マリノスのディフェンダーは非常にこうついて戻る選手にそのままついていっていいか、そのまま残ってスペースを空けないようにしたらいいか、非常に迷うところですからね。鈴木啓太から、こういうボールですよ。山田、上がらない、ポンテ、ポンテ、ワシントン、いや、落としたところに小野伸二若干遅れた。セカンドボール、長谷部、鈴木啓太、スルー、サントス、勝負、吉田がつく、サントス打ちました、左足。前半よりも明らかにレッズとマリノスの勢いに差がついてきたように見えますが、いかがですか。
そうですね、ただあのマリノスの方も2点取られてここでっていう気持ちはこう出てますしね、なんとか追いつこうっていうかそういうあれは出てますね。カンフル剤という意味もあるでしょう。岡田監督2人同時です。まず奥に変えて清水、そして田中ハイモも投入です。2人を同時に入れてまいりました。この2人同時というのはどうですか、バランスは崩れたりはしませんか。いや、それぞれそのポジションのある意味ではスペシャリストみたいな選手ですからね。エリアの中シュートは打てない。田中ハイマーが行きます。田中ハイマーは吉田に変わりました。ここは予想通りです。清水は奥に変えてまいりました。中盤と前線のバランス、これでどうなりますかね。いや、そのまま変わらないと思いますね。ただ運動量とかですね、攻守の切り替え、その辺の速さっていうのをやはり求めているんだと思いますし、よりこう点を取りに行くっていう意識をね、やっぱりチーム全体にこう与えるっていうかな、そういう意味合いもありますよね。後半10分で動いてまいりました。2点のビハインドに広がりました。ホーム横浜 F マリノス、開幕から4連勝中。マグロ、マルケス、左堀之内がつく、戻す、ドゥトラ、エリア2枚、1対1、長谷部の勝ち。中澤を押し上げる、ドゥトラ、中澤が中に絞り込んでいく、マルケスは縦要求、山田落ち着いています。 F マリノスは開幕からここまで4試合2失点というのはありません。失っても1点のみ。2点のビハインドは今シーズンは初めて経験ということになります。久保落として右、清水、つくのサントス、エリアの中、マルケスまで届きません。小野伸二、レッツの集いです。ビハインドが2点です。 F マリノスは選手交代というのを一つきっかけにしたいところです。そうですね、今ただこう前線の飛び出しとかそういう部分ではこの交代した2人っていうのはすごくチームに活力を与えていると思うんですけどね。レッズとしては今こう向こうが流れをこう引っ張り戻すっていう、マリノスが戻そうとしているところ、ここはしっかりね、我慢の時間ですよね。ベンチワークによってまた両チームの戦いに新しい駆け引きが生まれています。はい、そうですね。鈴木啓太、トゥーリュ、この辺前からどんどん行ってますから。スボイが追います。タッチライン沿い、清水が直線。吉田とはまた違った向こうサイドのマッチアップを仕掛けようという清水の力さ。こういう時にこの小野の存在っていうのは大きいですよね。試合の流れっていうのをね、やっぱりこう感じながらその時々でペースを変えたりですね、ボールを落ち着かしたり、そういうのは非常にうまいですから。リードは2点ありますが、若干今 F マリノスに流れが引っかかるのかもしれないという中での小野伸二のレッズにおける存在感、今日は進化が問われそうです。それよりもレッズのディフェンスラインに対してもどん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 プレスを早めにかけていってますからね。小野伸二から山田、鈴木啓太、ポンテが中澤の裏から、この辺今ポンテはボールをかけていきましたけど ね、抜け目ないですよね。ディフェンスラインの選手がゴールの方向を向いてボール処理しようという時なんかはさっとあそこを狙ってきますからね。岩田戦でしたかね、
コンテが取ったゴールはディフェンスラインの処理のまずさをついたところだったと思いますけどね。松田ハーフェラインを超える。清水、田中歩夢、松田、田中、清水、半身になりましたがポール・サントス奪えず、松田、マルケス、ボール、レッツ、長谷部、縦にワシントン、フラッグ上がりました。ただ長谷部は見えています、まあ、こういうシーン多くなるでしょうね。マリノスの方はどん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 前がかりでボール取りに行ってますからね。また抜きのスルー、いやー本当によく見てますよね。そうですね、またポンテがスーッと寄せる、相手が気づくまではこう諦めずにこう忍び足っていうんですかね。そうですね、追っていくような感じですよね。いや逆に今はもうディフェンスラインの選手が早く触るっていうのをもう分かってるんですけども、ただ分かっててもね、後ろから来られると嫌なんですよね。あの辺で処理をこうためらったりですね、迷ったりした時にどこで点を取るかっていうのをちゃんとポンって知ってますよね、はい、マグロンから左、デュトラのクロス、マルケス落とす、マグロン、鈴木の正面でした。ワシントンから小野、フラッグ上がっていました。やはりこういうシーンっていうのがね多くなると思いますよ。先ほどのマグロンのシュートシーンです。マルケス落として、長谷部が前線にプレッシャーです。マルケス、ルーズ、オノ、マグロンが高さでは制します。ルーズ、ドゥトラ、山田からポンテ、中澤とポンテ、フリップ、ポンテワンタッチ、オノにつながればチャンスでしたが、長谷部押し上げ、ワシントンか、左から、ね、サントス、ワシントン中央、懐を使う、長谷部に通らない。今そのままゴールマウスに向かっても面白かったですけどね。このワシントンにボールが渡る前のパス、長谷部のパスは素晴らしいボールだったですよね。左のサントスを使っていきました。ショートコーナー、ポンテ、サントス、サントスがもう一度ポンテに打つか、ポンテ、いやサイド変えます。小野が流れ、小野スイッチするか、そのまま行きます。つくのは松田、中澤、のサッカーを見ているとおそらくダメだろうというプレーはないですね。相手のボールになってしまうだろうというそのだろうというところでのプレーの諦めが全くないですよね。そう、みんながやはりボールに絡みながら動いてますからね。今の松田も松田のボールになろうというところですが、もう一人ディフェンスを走っていくという、そこで相手へのプレッシャー、ボールがまたレッツに戻ります。ここは F マリノス、マルケスから上野、立てば空いていません。松田、上野、エリアの中、坪井、サントス、ワシントン、つくのはセンターディフェンスの栗原です。途中交代の清水、奥に変わりましたが、僕に比べると直線的なスピードを生かそうという清水です。
リードは2点に広がったレッズサポーターです。これおそらく加藤さん、もっと枚数をレッズサポーターに与えれば日産スタジアムはもっともっと入るんでしょうね。入るんじゃないですかね、アウェーの、ね、スタジアムでももうホームみたいな雰囲気をもう作りますしね。そうですね、もう多い、あの人数的に多い時はたくさんあるんじゃないですかね。レッズに与えられた枠はもういっぱいです。真っ赤に染まっている放送席向かって右側のゴール裏、ワシントンディフェンスによくプレッシャーかけに行きます。誰もこうサボってる人がいないですね、レッズ。まあこの辺も諦めずに前線からすぐ寄せる鈴木啓太、ファールにはなりました。リスタート松田から久保の位置がちょっと低くなってますか。ドゥトラ、おっとこれマルケスは縦要求、ドゥトラ中に入れる、清水ボールはコーナーです。奥とは違う清水の特徴が生きたシーンではありました。今ドゥトラが本当に際どいところ狙いましたけどね。ここのところはやはりマリノスがこう選手交代で、まあ、監督の意図というかね、そういうものをこう全員に伝えるというか、そういうものが伝わって、まあ、押し込んでるシーンが多いですよね。高いボール、ファーちょっと合いませんが、清水サントスのファールです。マグロンが早めにリスタートするのか、仕切り直します。この辺はポンテはうまいですよ今、マグロンもうちょっと早く蹴りたかったんですけどね、壁になるともなるという、ね、距離感でゴールマウスに向かうような反面になりながら、一番があります。高さの中での駆け引き、両チームのセットプレー、ドゥトラ巻いてくるボール、続きパンチングで生まれます。田中ハイマ逆サイドから高さ残っている、上野戻して中澤振って、田中ハイマちょっと追いかける形、いやーボールサントス、ワシントンスピードを上げる、ワシントンどこまで行く、ポンテ段違い、いや右足、いやこれは決定的でしたね。それにしてももうこう点取るところではうまいですよね。カウンターのお手本ですね、はい、2人で行きましたシュートまで。いや今のポンテのシュートも悪く なかったんですけどね、まあ、こういうところでも、まあ、入れられてもまあしょうがないというか、ね、前がかりでどんどん行ってますからね。ポンテボールを抜く動き、山田中を見る、ワシントン待っている、ちょっと裏、小野伸二手応えあったか小野、まあ、本当にラインを上げてもう攻めに来ているマリノスに対してレッツがこういうシーンでね、ゴールのまあ本当にほとんどこう、まあ、決まってもおかしくないようなシーンが2点ありました、あの2回ありましたけども、こういうシーンをまあきちっと決めれば勝負はこの試合の勝負は決まるんですけどね、ここでやっぱり決めきれないとまあ接戦に持ち込まれたりするっていうかね、変わりますね。ここで内立てに変わります。もうちょっと引っ張ってもいいのかなというか、ブッフバルト監督の意図はどこにあるか、まあ、やっぱり、まあ、押し込まれた時に、まあ、ディフェンシブなタイプの選手ですから、しっかり守るという感じはあるんでしょうけども、まあ、ゲームの流れというのを、ね、変えられる選手
としては小野は、まあ、もうちょっと引っ張ってもいいんじゃないかなと思うんですけどね。これ1点差になると分からないですよね、はい、ポンテ、長谷部、中央ワシントン、ニア、ポンテ、長谷部のクロス、ポンテのヘディング、榎本よく反応、もう一度来た内立、長谷部、ポンテ、マグロにつきます。山田が加わるエリア3枚、サントスも入る。まあ小野のポジションに一つ上がってハスウェイが入ったと思うんですけどね、これでもう3回決定的なあのチャンス作りましたね、レッツがね。山田、ニア、ポンテ、内館、ポンテ、しかし内館も非常にいいプレーで入ってからもうすぐボールに絡んでますから ね。これでまたあの試合の流れっていうのを今度引っ張り戻してますよね、今レッツはね。Fマリノス同時交代2人を変えましたがゴール生まれず、今度はレッツが小野を変えてもう一度流れを引き戻そうというところ。前半に比べると後半はかなり得点の匂いのするシーンが増えています。そうですね、これは前半の43分、山田の先制ゴールのシーン、そしてこれが2点目、ポンテのヒールからワシントン。後半3分、この時にまあブロックでね、体に当てようと思ったんですけど、それでちょっとバランスをこう崩してしまいましたけどね。まあ、今とかワシントがうまさを、ね、褒めた方がいいと思いますよ。ポンテ、前中澤のケアがありました。 F マリノスもただシュートはかなり打っています。前半に比べるとシュート数はかなり増えている印象があります両チーム。田中ハイムと清水則久投入、まだゴールが奪えない F マリノス。逆にレッツも大きなチャンスを2度ほど逃しています。そうですね、最後ポンテでしたかね、ヘディングも入れたら3回ありましたね。榎本がよくコースに入りました。いや本当によく触りましたよね、マグロ縦は空いていません。久保の前サンタスが走ります。開幕戦以来ゴールのない久保、今日はちょっと取らなくてはいけない、そんなゲームじゃないですか展開的に。そうですね、今日はこれまでのところはやはりうまく抑えられてますよね。チームがシーズン初めて失点2を喫しました。ストライカー久保前線、先制ゴール山田、長谷部、鈴木啓太かぶる、内館、いやボールしない、上野、マルケス呼び込む、中央久保が入った、マルケスのクロス押し上げられるか、松田から山田のクリアです。マリノスがかなり前がかり、この辺はトゥーリオがいると、まあ、高さという意味でも、もうレッツの方は随分とこう有利になってますよね。山田を変えるんですか。平川投入、ちょっと小野がいなくなった後ディフェンスラインに近い位置まで下がってプレーをしていた山田ですが、ある程度やはりこ
ここはきっちり守ってから自分たちのペースをというブフバルト監督があるんですかね、頭に。なんかこう足を引きずってるような感じもありますけどね。平川内立と投入です。まあ、そのままのポジションですから、平川も非常にスピードがありますしね。どの位置に入れますかね。山田ちょっと下がり気味でプレーをおののこうだなとしてたように思うんですが、多分右サイドそのまま入って積極的に上げてきますかね。あっと上野に代わって大島秀夫投入。これで岡田監督3枚目のカード。今シーズンは J1 は交代枠3つですが、7人のベンチ入りがありますので、特にこういうゲームはベンチワークは加藤さん見てて面白いですね。そうですね。単純に入れ替えるのか、まあ、もちろんポジション同士はその変わってない選手ですが、動きをどういうふうに指示してくるかという部分もあります。はい、清水坪井が切るコーナーです。まあ、この辺はこうなんていうんですかね、一人の選手に複数のポジションをやれる選手を持ってないと、5人の時は非常に厳しかったと思うんですけども、まあ、要するにそのポジションのスペシャリスト的な選手を置いておいてもそこから選べるっていうふうに考えれば非常に楽になりましたよね。ユーティリティからスペシャリスト、岡田監督は上野から大島、この辺りを見てもオフェンシブか。こぼれている、打てる選手がどうだ、戻します。フリーバル一番後ろは田中ハイマ、折り返すがシュートには至りません。もう今はゴール前に松田もね入ってきて、タイミングとしてはね上がってくれば、非常に面白い場面だったんですよね。前線今大島も入れて、まあ、3枚にして 3-4-3 のような感じに出るんじゃないですかね。まあ、3-4-3と 3-3-3。 田中ハイマの位置も低いんですよね、かなり。あの前のスペース、これはサントスとのポジションとの関係、駆け引きということですか。関係でそうなってるんだと思います。なるほど。島は上野義晴に変わりました。ボランチに変えて前線投入、岡田監督。今日は久保、大島は仕事をしなくてはいけません。残り10分少々。マグロ右、戻す、田中ハイマ、エリアの中、久保。いや、今のはまあ難しいねバウンドでしたけどね。から抜けてきて完全にフリーでしたからね。このボールは難しいバウンドでしたよね。伸びてくる右斜め後ろからのボール。マリノスの方はおそらく松田を中盤の底に上げて、ワシントンに対して栗原と中澤がこう見るっていう。なるほど、ね、そうですね、はい。まあ、フォーバックの感じをしましたよね。松田を中盤の底に今松田が行ってますけど、田中ハイマはディフェンスラインに入ってますか。はい、フォーバックにしては、まあ、これ 4-3-3 のような。今追っているのが松田です、はい、マグロンの前、長谷部です。長谷部、平川が右、ポンテからワシントン、ポスト。ポジションチェンジの中での駆け引きも非常に見応えがあります。田中ハイマー、かいくぐってサントスからポンテ、ポンテ、ポンテ、平川、エリア3枚。いいですよ。仕掛けていく、ドゥトラの勝ちです。局面打開を図りに行った平川です。ドゥトラからのパスがタッチを割りました。先ほど一度チャンスを外しました久保達彦。まだ10分あります。赤と青に塗り
られました日産スタジアム。久保の前トゥーリュここまで4連勝首位を走る F マリノス岡田監督もうカードは使い切りました。岡田監督の意図としているサッカーがピッチ上で展開されているのかどこまで持ち上がる内立て失礼堀の内左内立てサントスワシントンエリア長谷部も入る左足のスルー通りませんがセカンドボールレッツポンテと合いませんでした。鈴木啓太からのボール2点リード。これは今シーズンまだ F マリノスが許したリードではありません。ただ選手交代で前の今スリートップ気味になって清水が右、松田真ん中、マグロンが左で、まあ、中盤を3枚みたいな形にして今3トップになってますよね。マルケス、そして中央に久保、はい、右に大島、まあ、これが、まあ、マルケスは左サイドにいると思うんですけど大島と久保がねちょっとポジションを変えるような形になってますから、まあ、清水が右というかその前ちょっと高い位置取ってますけどね。まあ、こう打つ手としてはやっぱりこれがまあとにかく追いつかなきゃいけないということ で、 そうです、ね、まずは1点取る形に持ってきましたけどね。ポンテ鈴木啓太が縦にスピードを上げていく。いやこの辺は本当にいいボール。サントス1人かわす左足あこういう形はもうマリノスとしてはやむを得ないでしょうね。もう出ていって前に人を残してますから。そうですね、はい、もうこういう形の中で、まあ、リスクを犯しても攻撃に、まあ、人を置くっていう形を取ってますから、にしてもレッズとしてはこう1点でもねこういう中で決まればもう試合が決まるというところですけども。久保を右に開く坪井から清水へのスイッチかないません。しかしこれはコーナーになりました、はい、F マリノス、まあ、2点差ですからねこれ1点取れば、まあ、少なくても追いつくっていうかね引き分けにはできるとまだ時間的にもできると思いますから。マリノスが仕掛けているから裏が空くからレッドのチャンスが生まれていますが、そうですね、はい、それはあると思いますね。逆に先に仕掛けている F マリノスが1点を加えればゲームは分からなくなります、はい、マルケス戻すルトラ入れ直すファー久保もいます。これはゴールライン割りました。岡田監督どうでしょうか。バランスはフォーメーションシステムも変えてきてはいますが久保にもう少しこういいボールを入れたいところではあると思うんですが、まあ、でも打つ手としてはもう打ったっていうことだと思いますよ。 あとはやはりピッチの中で選手がこう修正をしていくと、まあ、こういう戦術的なことだけじゃなくて気持ちの問題とかですね、あるいは運動量の問題とかそういう集中力とかそういう問題も絡んでますからね。本当に一瞬でやはり局面を変える選手が誰がそういうプレーをするかでしょうね。加藤さんの解説の中でレッズは小野という名前が出ていましたがマリノスは誰になってくるんですかね。そういった役割は、まあ、今ゲームの流れというかもう中盤なんかでもこうリスクを犯して出ていくという形を取ってますから、もうこれ、まあ、ある意味じゃ勢いをつけるというかね。なるほど。そういうところですから誰ということはないと思いますよね。清水から久保全員がその気持ちを11分の1ずつ持っていくということですね、はい、田中葉馬この辺もねレッツのディフェンスの安定感というかね今でもクロス上げられてますけども、はい、堀之内なんかも自分で一番
遠いサイドで守ってましたから、うん、無理に自分が勝とうというヘディングの競り合いしてないんですよ。相手にやらせないように競ってます。マグロンから大島ホイッスルです。状況でピッチに投入ということになりました。今のプレーです。手に当たりましたね。その前にホイッスルがありました。大島の判断。F マリノスまず1点、1点差になれば分かりません。内館から長谷部通りません。松田マルケス、松田ルトラ、こういう風なとこで高い位置でプレスかけておいた方がレッツとしては守備の安定感というのを維持できますよね。これが変に引くとですね、逆に危ない場面というのを作りがちですから、はい、この守り方っていうのは悪い。ドゥトラいいところ、ワンツーはもらえないが、トゥーリを効いています。いや効いてますよ ね、 ね。残り5分を切ってまいりました。こういうのを見てると、トゥーリオの代表っていうのは まだあるのかなっていう、代表入りっていうのがね、今日ジーコ監督も来てますよね。再三映ってますもんね、はい、松田から できればここはマウスの前で待ちたいところでしょう。もうその通りですね、こういうところは他の人に任せてですね。田中早間のクロス、清水が流しましたが、当の久保がエリアの中にいません。残り4分切ってまいりました。マリノスの連勝4で止まるか、それとも1点を返してゲームを分からなくするか。続きが出ます。そうですね、はい、ここまでの1位と2位の直接対決ということになりますが、前節終わって勝ち点2つ差、このままゲーム終了ということになりますと、そうですね、順位が変わります、はい、いやこの試合ね、両チームにとってはもう本当に目の前のライバルっていうのとの差っていうのを、ね、変えられる試合ですから、非常に大きな重みのある試合ですよね。それからまだまだ序盤ですけども、シーズンを占ってくる大事な一戦でもありますよね、はい、長谷部からワシントン呼び込む右足、いやそれにしてもマリノスも本当に、ね、粘り強く守ってますよ。今度はサントス一人をかわした中を見た、ワンテンポ入れてから、おお際どいですね。こうやって粘ってると、チャンスがこっちに、ね、引っ張り込みますからね。いやディフェンスラインはレッツのディフェンスラインはね、一本でも決めてくれよっていう気持ちはあると思いますよ。そうですね、はい、もう全然楽になりますからね。ドゥトラ、つぼやなかったですね。残り手元の時計1分30秒、今日は途中でピッチを後にしました小野です。日本代表のメンバーを多く抱えるここ
までの1位と2位の対戦、今日は日本代表ジーコ監督もこのピッチを見つめています。サントスファールを取りに来ました。ここはホイッスルはありません。松田が落とす。ルトラ追う、大島、中央、久保、落としてマルケス、マルケス、マグロン、清水、久保、打った、左足。今日は初シュートじゃないですかね。ここありましたかね。時間になってようやく久保が一本後ろから来たボールに左足で面を作ったようなチャンスのシーンはありましたけどね。振り切ってきたこのシュートというのはあまり印象がありません、久保達彦。ワールドカップのグループ、オーストラリアも決して侮れない、あの3枚のディフェンスはかなり高さがありますから、決定力、久保達彦、うん、こういった場面で見せてもらいたいところですが、今後半はロスタイム3分の表示です。これトゥーリオなんかっていうのはね、今日の試合のこう彼のプレーなんか見てれば、これワールドカップ本番でっていうのは、まあ、やはり必要な選手の一人として出てきてもおかしくないとも僕は思いますね。田中歩夢から大島、胸のコントロール、マルケス、鈴木啓太が切るが、まだボールはマルケスからルトラ、ボール来ている、マルケス、エリア5枚、中澤が来る、押し上げる F マリノス、マルゲス、ふわっとしたボール、ヘディング、大島、1点差、 F マリノス諦めません。ちょっとね、時間がね、あと何分あるかですけども、ただ この辺は本当に波状攻撃が実りましたけどね。ようやく実りましたね、はい、もうちょっとね、レッツのディフェンスライン、あのラインをサイドに行った時上げるチャンスがあったんですけどね、深いままでしたね。あの1メートルでも2メートルでも上げておけばよかったんですけどね。ポンテ、ポンテ、おお、ロスタイム3分、うん、もう1点ね、あの追いつくチャンスは出てくると思いますから。押し上げているのは F マリノス、ゴールも生まれました、流れが作れ出しつつあります。このままいけるか、鈴木啓太からサントス、さあまたワシントン左、この久保に一発欲しい、そんな状況です。はい、もう早めに放り込んでもいいですよね、こうやってね。フォローがありました清水、その前にサントスです。いや、中澤高い位置まで上がっている、フォロー、マグロン、押し上げるマリノス、鈴木啓太から縦急ぐ、長谷部、長谷部、前が開く、ワシントン、ちょっと角度がなくなった、長谷部とポンテです。中央で打ちます。ところが深いですよね。入れ替えて長谷部、長谷部、長谷部、これで決まりましたね。同時に試合終了のホイッスルもこの日産スタジアム鳴り響きました。いやー、この長谷部のゴールは意味も大きいですね。はい、なんかこうマリノスを突き落としたっていうかね、2-1で終わるとね、これ次の対戦なんかでもやっぱりこう接戦でどっち転ぶか分かんないっていう感じがありますけど、はい、これで今日の試合はもう、まあ、
決着つけたというゴールですからね。さあレッズ先制ゴールを決めました山田選手のインタビューが入ってくるようです。放送席浦和レッズ今日先制点を決めました山田選手に来ていただきました。今季初ゴールが今日の決戦の中で生まれました。あのゴールシーン振り返ってください。そうですね、本当にセットプレーというね、大事なところでいい時間帯で1点決められたというのは、ね、非常に大きかったと思います。今日は頂上決戦と試合前から言われてましたがかなり緊迫した試合展開でした。ゲームを振り返っていかがですか。そうですね、本当に、マリノスとはね、いつも本当にいい試合をやるんで今日はやっぱりどうしてもね追い抜かなきゃいけない立場だったんで本当に勝ててよかったと思います。その追い抜いたということなんですが今のレッズの強さっていうのはどういうところにポイントがあるんでしょう。いやとにかくもう一試合一試合みんな集中してやってるんで、本当にみんなそれだけの、ね、力を持ってるんで、本当に大事に戦ってますね。まだまだゲームは続きます。次の試合に向けて意気込みとファンにメッセージをお願いします。いやもう本当にこのままね勢いに乗れたらいいかなと思います。はい、ありがとうございました。山田選手でした。以上です。マリノスとはいつもいいゲームをやるというふうな山田選手のコメントもありましたがその中で の長谷部の3点目返す返すも加藤さん意味の大きなゴールでしたね。はい、そうですね、その前にゴールチャンスは4つぐらいあったんですけども、追いつかれてどうなるかなという時のゴールでしたから、非常に大きな3点目が入りましたね。さあそれでは改めてこの試合 VTR で振り返ってまいりましょう。先制は前半の43分、今インタビューの山田から生まれました。これは本当アウトでねうまく流し込みましたね。これが、コンテのパスがね素晴らしかったですけどね。後半の3分、ワシントンのゴールで突き放したのはレッズです。ここも松はよく我慢したんですけどねうまくこうタイミングをずらしてワシントンがシュートも良かったですね今ね。そしてロスタイムに入ってからようやく F マリノス大島のゴールで1点差。 F マリノスの気持ちがこれで最後に届くのかなというね、おっしゃる通りですね。そんな希望の芽を摘んだのはこの長谷部これは本当に決定的な3点目、レッツのサポーターもこれでこう胸がスッとしたんじゃないですかね。素晴らしいゴールでしたね。加藤さんおっしゃるように1点差で勝つのとこの3点目を決めて勝つのと何かレッズはこれから先に向けた意味のある勝利をこのマリノス戦で作れたのかなと、はい、それとね長谷部君ジーコ監督に俺を選べっていうかねそういうメッセージも最後にこう与えたのかなと思いますけどね。ゴール後のパフォーマンスもそんな感じしましたよね。はいはい、ドイツワールドカップに向けてこの両チームから多くのメンバーが生まれることは間違いがありませんが一体最終的にはどのメンバーが入っていくんでしょうか。この試合の解説は加藤久志さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。首位逆転浦和レッズが